さあドラゴンゲート VS 世界選抜という戦いになります。シングルマッチ、オースティン・エイリース対シーゴです。これは注目のシングル対決ですね。そうですね、はい、というのも藤本さん、はい、あのドラゴンゲート対世界選抜という形式、あの毎大会レスルジャムの中である戦いですよね。まさに本当に世界選抜、そんなの通りの超大物がやってきたという感じですね。ドラゴンゲートのマットでもおなじみの選手なんですけれども、オースティン・エイリース、シーマ選手、はい、あこれは飛ぶかな、飛ぶかな、飛ばない、いやフェイントダウンになりましたけれども、精神的に揺さぶりをかけてきます。これどんな風に見てますか。いやこれはもう信号的にはやっぱりあのレッスルジャムの中で一番勝負をかけた試合でしょうし、はい、まあ、仮にこの信号のとこが自分だったら自分もやっぱり一番勝負かけるでしょうね。それぐらいやっぱり重要な一戦やと思います。というのはやっぱり信号は1年間 ROH のレギュラー出てましたけど、はい、一つ二つやっぱりランクが上なんですよね、オーシムは。はい、ただでも日本に帰ってくるとそういうことは関係ありませんので、はい、シングルやってどこまで発揮できるかと思います。いやこれも高速回転、エルゴだな、カウント2です。こっちの髪伸ばしてるのかっこいいですよね、この人。そうですね、やっぱりもともと渋い顔してますからね、うん、映画俳優みたいな顔してますんで。そうですね、うん、男らしい表情を持っていますが、いやこちらも負けじと筋肉ポーズだな、ヘッドスプリングで立ち上がって逆水平、オースティン・エイリースです。こういう信号も見ないですからね、普段は。はい、ジャム仕様ですから。それがありますね、あこれは抱えて前方に、結果スパインバスターの要領になりました。サイバーコングもアドバイスを送っているか。いやシーマ選手、ここがこのシンゴの凄さですね。そうですね、だからキャリアとかうまさでいくとまだやっぱりオースティンの方が一枚上かなというところがありますので、シンゴが突破するにはそういうものを全てぶち壊す勢いですよね、うん、勢い、そしてパワー、失速してしまうとオースティンに持っていかれますね。駆け引きもありますよね、もうそのまま押し切らないとダメでしょうね。でまたニューハザードちょっとね、うわーうわー大丈夫かこれ、あの辺って硬いんでしょ、すごく硬い、硬いです、やっぱりキレがありますね。普通ならあそこで担いでワンテンポンあってから飛ぶんですけどね、うわー今度は飛んだ、低い位置で今行きましたね、ボトムロープから飛ぶ、ほぼスライディングするような形から浮き上がって、オースティンはまだ3度目の来日なんですけどね、まあ、年内ぐらいにまた来てほしいなと思ってはいるんですけど、ね、なかなか彼がやっぱ一番忙しいですね、売れっ子ですか、うん、はい、でもすごい彼もドラゴンゲートのことをあの好きでいてくれるんで、そうですね、あのまた来てくれると思いますね、本当にあの5日間とかでも無理して来てくれますね、はい、うわこのエグい、なんて言うんですか、的確に顔面いくんですよね、何も高度な技だけが全てじゃないんですよね、はい、日本人の選手も外人の若い選手もこういう単純な技でもバコンとお客さんが反応するというところをやっぱり習ってきたですね、自分らもやっぱそうですよね、いやブレンバスターで返します。確かにそうですね、シーマ選手、うん、戦いぶりやっぱり全体のそのフォルムといいますか、そうです、形作っていけるのかいけないのか、そこはもう体の大きさでもないと思いますから、はい、あここはぶっこ抜いて、おもかじいっぱいよ、ソロ背筋だけでもできました、ね、すごいですね、そしてもうバンピングボンバー3つ取れるから、いやーまだいけません、結構でも追い詰めてますよ今、いい感じで流れが来てますよね、いや 7.19 後楽園ホールレッスルジャムセカンドシーズンのドラゴンゲート対世界選抜、シンゴにとっては大舞台です。これを着地しましたけれども、ヒトムが一撃返していきます、オースティン・エイリース、そして飛び込んで何でもできますね、この人つけて顔面蹴り、さらに重い信号を垂直に落下させて返せるから、返した、返した、やっぱ顔面蹴以来ですね、下から蹴り上げる、そしてその後頭を叩きつけてきました、ね、これ450出ますよ、はい、450
スプラッシュ、天下の宝刀を抜いたんだよ。ロフロフ、いやロフです。もう一度ホールの体勢、ああこれ危なかった、惜しい、今惜しい、惜しかったですね。ほとんど今持っていかれかけましたね。やっぱり他の選手の450は、はい、とは一味違いますね、惜しいは、なんか重みがあるように感じるんですか、ね、なんか違いますね、はい、そしてトップロープに置くようにします。あ、橋本さん危ないですね。スーパープレッカスター、非常に分かりやすい英語でしたね。親切ですね、うん、これでもう信号もらったら危ないです。食らうことは許されません。逆に力を振り絞っていきます。だいぶ苦しくなりましたけれども、でも水平、はい、オースチンも負けない選手ですからね、なかなか。そうなんですよね。あ、何かな、ナダレスキー、ブレンバスターだが先に立ち上がらんとします。目をひんむいて、おお、どっちだ、オースですね、ダンピングボンバー、もう一発、まだです、まだだ、まだだ、もう一撃、ぶっ飛んだ、どうだ、いや、シーバ選手これでも取れません。いや、これどないなるんや、これどうするんでしょうね。あー、前方へ動いてきましたね、このまま、いやー取れましたね。オースチンは受けっぷりもいいですからね。そうですね、うん、いや壮絶な投げ技連続になっています。ブラッドホールから今度は、あー、いったぞー、シンゴのラスト割り込み、3つ取りました。いやー、シーバ選手に行きましょう。オースチンですから、そうですね、オールマチン、これはバンクロワーズですよ、バンクロワーズ、うん、いや、そしてジャパンが流れる中、日本の国旗寄せ書きがある。これずっとアメリカで腰に巻いてた、はい、うん、ですね、これ入場してたんですよね、はい、いや、やっぱりオースチンは最後3つ連続で食らったのが入るんじゃないですかね。そうですね、いやー、シンゴやりました、勢いでいきましたね。